どうも、ティラミスです。本日はね、置いたら 100% 勝てるスプリンクラーを見つけてしまったかもしれないんで、そちらを試していこうと思います。というのが、ガチマッチ潜ってたら相手でやってる人がいて、え、それやばすぎだろってなったんで、自分でやったら最強なんじゃないかなと思って。OK、座頭マーケット。座頭じゃないとできない裏技みたいな感じなんで、座頭来てくれたのはありがたい。よし、相手の編成も短い。短いと、多分壊せないと思うから、届かない。で、置き方は、ここの、段差の上から、おっ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 、置けた、置けた、置けた。置けました。え、これガチで置けるんだ。これ相手でやってる人がいて、あれ壊せないじゃん。だからもう無理やんってなったんだよね。一生あれでエリア塗れるから。やばいやばい。俺がやられたらスプリンクラーも壊れちゃうから。まだあるまだある上空1000メートルぐらいに俺のスプリンクラー、ずっとあるんだけど。スプリンクラーがエリア塗ってくれてるおかげで、ボムラもめっちゃ溜まる。もともとお風呂濡れるから、それに加えてスプリンクラーで、無限ボムラ。それは、やって、まだ3落ちしてるんだけど。まあまあ、この戦法は負けるわけないよ。100% 負けないと言っても過言ではありません、この戦法は。だって、スプリンクラーが一生エリア塗ってくれてるんだから、そしてこのボムラの回転率。それやばい。みんな、塗って。え？いや、まさかね、スプリンクラー、スプリンクラー壊れてる、俺の命と繋がってる。皆さん、99.9% 勝てる最強のスプリンクラーを見つけてしまいました。0.1% で、ただ負けます。待って。相手にさっきのダイナもいるんだけど。ガチで言っていいか。ちょっと今、99% とか言ってさっきの試合なかったことのように、ごまかしてたんだけど、これリベンジするわ。相手短いから、スプリンクラー刺さる。ただ、いや、それなんだよな。さっきの試合もハイパープレッサーで焼かれるっていう。自分がやられちゃうとスプリンクラーも命繋がってるから壊れちゃうんだよね。だからこの永久スプリンクラーやるためには、マジで死なない立ち回りが求められる。OK。でも相手壊せないでしょ。俺を倒さない限り、奴は止まらないぜ。任せろ任せろ任せろ。てかなんか、いい感じに乗せれてる気がする。スプリンクラー。ちょっとじっくり観察したいけど、余裕がないね。いや、でもこれ雨降らしで壊れるか。え、生きてんだけど、スプリンクラー。雨降らしで壊れない。もしかしてスプリンクラー高すぎて、雲の上みたいな、そういう感じ？もう雲の上？あれ。天井に見えて雲。雲ですか、あれは。任せな。人数不利と言っても、こっち実質5人だからさ。実質5人なんだよね。で、絶対生存。絶対生存。生存すれば、これ、ボムラも溜まるから。オッケーオッケー。壊れてないね。ナイスナイス。うわ、相手これ絶対うざいだろうな。まあ、ゆっくりね、ゆっくり。無理やりエリア取んなくても、いつかボムラで取れるから、一生溜まるから。いや、雨降らしまた来てるな。これ壊れるか、スプリンクラー。いや、壊れてない。ガチで雲の上か。なんか、スプリンクラーの耐久高すぎて耐えてるのかなと思ったけど。届いてないな、雨が。やれねえかな。塗り屋、本当に任せてくれ。視点ちょっと地味なんですけど、これがお風呂。お風呂でもマジで強い。あんまりなんかガチマッチとかで見ないけど、結構ガッツリ強い武器。え、なんか、なくなってる。スプリンクラーが。さすがに雨で壊れたか。雲の上じゃなくて、単純に耐久高すぎて耐えてたみたいな。ただ何度でも、蘇るよ。あ、来て、ナイスだ。天井で投げてんだけど。やばすぎでしょ。あいつ絶対ブチ切れてる。ナイスだわ、天井はやばいって。え、これ塗り維持できる。いや、スプリンクラー起きて。マジか！頑張れ頑張れ！でもタップだけ多分勝った。ご
れ強すぎるな。敵の子にナイス玉上に投げるのはやばくない？やっぱこれ気づいてるけど、壊せないみたいな感じなんだね。ただチャージャーとかジェッカスとかボトルとか長いやつがいたら、普通に壊されちゃうような気もするけど、どうなんだろう。でも試合中だったら壊す余裕がないっていう説もあるよね、忙しいから。よし、3連続でザトウマーケット来てるんだけど、めっちゃ運いいわ。お風呂久々に使ってるけど、塗りが強すぎて面白い。うわーこれ、相手にチャーいるのはどうなんだろう。みんな的にどう思う？俺的にはチャーいるとさすがに、スプリンクラーずっと壊されちゃいそうな気がするんだけど。てかそもそも、置きに行くのがちょっと難しいな。今行ったら、抜かれるもんな、明らかに。うわーこれうまっ。ジャンプ打ちめっちゃ当たるな。いや、この試合は普通にやるしかないかな。普通にやるしかないって、悪いことしてるみたいになってるけど、悪いことはしてないからね。いやでも、もしかしたらなんかの間違いでチャージャー壊せないみたいなのあるかもしんないから、一回置きに行きたいよね、スプリンクラー。これボムラエリアじゃなくてチャージャー打って下げる。これで濡れる。人数有利だし今なら。よし、これだいぶ安定してきたな。てか一回もスプリンクラー外してないから結構簡単だ。難しそうに見えて、ジャンプして投げたら普通にくっついてくれる。いや、チャーに圧かけろ。みんなチャーだけ潰してほしい。やつだけが俺のスプリンクラーに対抗できる駒なんだよ。だから味方には他の敵はあんま倒さなくていいから、チャーだけ圧かけまくってスプリンクラー壊させないようにしてほしい。よしよし、まだあるね、スプリンクラー。ボムラすぐ溜まる。ボムラ溜まったらチャージャーの方にやりたいな。本当にチャーだけ。なんか、めっちゃアーマー割る音するんだけど、塗ってただけなのに、めっちゃ当たってたな。味方マルチミサイルやってるし、なんかボムラで事故んないかな。ナイス、そこのキル、でかすぎる。これでリードは、絶対取れる。塗りは任せろ。で、こうなったら、チャージャーもスプリングラー壊せないと、狙える位置まで来れないっしょ。塗り維持できるかな？スプリングラーあるとはいえ、やられたくは絶対ない。これはちょっと引いちゃおう。オムラあるし。わあ、これ入っちゃったけど、味方に落ちだったら、ちょっと我慢した方がよかったな。てか、スプリンクラー、なんか、壊されてないんだけど。さすがに壊れてると思ってた。相手のチャージャー気づいてないのか。それか、忙しすぎて気づけない。いや、さすがに、忙しくなさそうだけど、気づいてないな。あれか、雨が降った次の日とかに、電柱の下通ると、たまに水滴落ちてくるじゃん。で、わー、昨日雨降ったしなーって言って、いちいち上見ることはないじゃん、水滴が落ちてきても。みんなスプリンクラーあるかもって上見ないっしょ。それと同じ現象が起きてる。多分バレてない。でもこれ知ってる人もいると思うけど、知らない人からしたら分かりにくいよね。上の方にあるから案外盲点になってる説はある。とか話しつつ、負けてるんだよな試合に。勝ちて。てか全然キル取ってない。めちゃくちゃ塗ってるけど、キル本当に取ってないな。ナイス、そこのキルでかすぎる。で、ボムラはチャーにちょっと投げてからエリア塗れば安全に塗れると。オッケーオッケー。スプリンクラーも、てかもう3分ぐらいあるよね多分。一番長生きしてる気がする。どうにかしてボムラ貯めて。ナイス、そこのチャーやりでかすぎ。ナイスナイス、強っ。味方覚醒の巻。ナイスナイスナイス。これ勝ったっしょ。スプリンクラーもこれチャーからしたら壊しにくいかもね。なんか場所がなんか車線若干切れてる説ある。たまるたまるたまる、耐えてくれ。ちょっとだけちょっとだけ、スプちゃん力を貸して。多分人数不利でもスプリンクラーいるから、これ4対4
スプリンクラー頼む頼む頼むいけ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 最後の絶対スプリンクラーのおかげだな。ありがとう。もう力を貸してくれました。いや、この戦法思ったより強いな、何倍も。正直バレたら終わりだからあんまり強くないと思ってたんですけど、案外バレない。いや、もしかしたらバレてたのかもしれないけど、壊されなかった。あと、ハイプレとかいたら、やばいかもね。リスポーンから撃たれるだけで壊されちゃうから。ケルビン使いやす。ちょっとお風呂で塗ってばっかだったんで、そろそろみんなキル取るのが見たいかなと思って。よし、相手王冠二人だから、これ勝ってパワーいっぱいもらいたいな。今月始まってばっかなのに、結構ね、パワーが高いっていう。あ、これ上二人か。よし、ここ、生きれたらめっちゃでかい。下が3対2できてるからね。ここ俺が2人抑えてるから。下パパッと勝ってほしいな。やられちゃってるけど、そういうこともある。ちょっとキル狙おうと思ったけど、これは、帰ろう。で、視野溜まってるから、もう早めに行きたいな。こういう時にゆっくり行っちゃうと、相手が塗ったり、スペシャル溜めたりで身構えちゃうから、もう今ちょっとごちゃごちゃしてる間に行くみたいな。いや、こういう時のメイン効率マジで強い。なんだそのスプリンクラー。六つ子もスプリンクラー強いんだよな。てか、スプリンクラーね、案外強いステージ多い。コンブトラックとかも、天井スプリンクラーと同じようなこと、できるんだよね。でも結局相手にバレてたら終わるのと、自分がデスしちゃうと壊れちゃうから、そこ考えると案外、最強戦法じゃないっていう。ちゃんと、難しい。最強そうに見えて。よし、やっとこの戦いに終止符が一生見合ってたんだけど。赤は一人か。帰るかな。これやれたらめっちゃ高い。OK、OK、アーマー博士でやれたから、これ相手打開だいぶしんどくなる気がする。スペシャルしばらくたまんないと思うから。このザップの人平和主義者だな、マジで。俺も詰めようとしてないけど、相手もなんか、全然詰めようとしてこない、見合うたび。そこめっちゃおるけど、めっちゃっていうか一人しかいないけど。かばしてあげたいな。で、カバー間に合った。相手塗り強え。いや、すまん、インクが。相手の武器全員塗り強いな。カウント勝ってるけど、もうすぐ進むな、これ。めっちゃ、接戦だ。味方左からめっちゃ行ってくれてるから、俺下から行こう。ナイス、味方のキルでか。これ見合うだけで味方挟んでくれそう。ナイスナイスナイス。神。シャプマンの人がめっちゃ頑張ってる。ナイス、でか。あえて、詰める。ちょっとごめんな。さっきまで。平和に塗り合ってたけど、平和に塗り合ってたからこそ、今のちょっと強気な攻めが刺さったみたいなとこあるね。これ相手時間的に上から全員で来ないと間に合わないと思うから、スピア吐いて、味方には塗ってもらえば勝ち確な気がする。間に合わないっしょ。このスピア、ガチで強い。ナイスー。相手ど根性すぎない。どうやって塗った？こっちも塗ってなかったな、エリア。相手のど根性とこっちのエリア意識みたいのが、ちょっと噛み合った。ちょっとみんなで上見すぎたな。今のは多分。まあでもカウント2だからね。これでノックアウトしたいわ。結構接戦だから。もういい勝負にしたくない。もうここで終わらせたい。いや、溜まってるし、任せて。マジか、今のやれてないのか。ぬり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 、よーし。危なかった。この試合、カウントはずっと勝ってたけど、結構怖かったわ。ザップの人をちょっと裏切ったような
気分になれました。あの人絶対優しくね。話したことないけど優しくね、多分。せっかくなんで相手視点でも見ていこうと思います。自分でやってたけど、やられたらどんな感じになるのかなと思って。寿司じゃ壊せないかな。めっちゃ外してて、可愛いんだけど。知り合いに手伝ってもらってます。ナイス。これ結構難しいっぽそうだな。これまずどれぐらい塗れるのかっていうね。いや、これでかいね。このビビたる塗りが。強いわ、これは。そして。うわ、これ。マジで届かないんだね。いや。乱数良くても、良かったら当たるとかないんだけど。もう、射程の差がありすぎて、丸見さんもロックできないしな。これ無理だ、寿司じゃ。ボトルなら届くっしょ、さすがに。てか、下からでも、ワンチャンある。てか、いけると思ってる。おお、ボトルガチ長いな。射程が正義や。今回ね、スプリンクラー動画やってったわけなんですけど、面白かったらね、嬉しいです。では皆さん次回の動画で会いましょう。またね。